はい、というわけでこんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。はい、お前の場所、前から中継ではない、ごめんなさい、行ってます。もうまたか、ここに来てこいつか。あー、ポーラの PP が危ない。ではでは、お前の場所、挑みたいと思います。8番目のお前の場所、しかし今はお前、私の場所だ。奪い返せばよい、できるものなら。じゃあラストの、うわー、カーボンドック強そう。258しか食らわへんの。待ってや、いって待てや、食らう量半端ないじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ、カーボンドックさん。これ以上レベル上がったらあかんで、だから絶対上がり低い今回。お、すごい、アルコールランプみたい。例えのね、例えしょぼすぎですよね、すいません。今なんかアルコールランプみたいな感じやったから言ってしまったけど、幼い頃の自分に見つめられているように感じた。やったー、8個目。
ネス。やっぱりネスって名前でいいか。ネス、この赤ちゃん、自分の名前を聞いて笑ったわよ。気に入ったらかしらね。ちょっとその赤い野球帽、野球帽噛んだし、赤い野球帽をかぶらせてごらんよ。ブカブカだけど結構似合うじゃないか。バーナードが赤ちゃんに焼きもち焼かないかしらね。ハンバーグでお祝いをしましょう。この子もお前に似て頑張り屋になるんだろうな。偉い人やお金持ちにならなくてもいいけど、思いやりのある強い子に育ってほしいわ。あら、この子が指差し、え？指差した哺乳瓶、ちょっと動いたみたいよ。不思議だわ。うわぁ、なんや、ここ。いや、ネス、え？ネスさん、裸じゃないですか。どうするんですか。はい、というわけでね、なんか突然ネスの裸が出てきて野球帽をかぶってるっていうね、まあ、というわけのわからんところにいるんですけど、今回はちょっと時間的にね、そろそろいいんで一回切ろうかなと思います。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。